こいつがあれか、グレるんか今から。やばい、やばいのが入った。ちょっと、外へ休憩しよう。ちょっと待って、ちょっと。どうしたん？うぅ、えいっす。お疲れっす。お疲れっす。もう、激辛がね、うん、切れて、うん、ちょっともう麻痺出てますわ。あ、麻痺なるほど。久しぶりにだいぶ危ないやつやけどな。そう、うん、スパイスが切れましたもん。うん、なるほど。はい、ということで今日は何行かれるんですか？今日はね、うん、とりあえずリベンジ行きたいと思うんですけど。ほうほうほう、はい、レッド、はい、レッド10から行きましょうか。行っちゃいますか。はい、行きましょう。はい、ほう、もう坊ちゃん、悲しいお知らせ。なんすか？あのですね、はい、はい、唐辛子がありません。え？唐辛子がありません。マジですか？うん、辛いチャーハンですか？はい、じゃあ辛いチャーハンいきましょう。はい、もうね、うん、ここでやっぱ修行しとかないと。なるほど、わかりました。はい、あるじゃないですか、唐辛子。いや、ちょっとスパイスが3種類しかなくて。一番やばいやつがないですか？一番やばいやつ、それから1、2、3がなくて。あー、だいぶそんなイージーな感じになっちゃう。イージーな感じでよければ。なるほど、こいつがあれか、グレるんか今から。このチャーハンがグレるんすか？グレた、グレた、グレた。やばい、やばいのが入った。うわ、なんか美味しそう。やばい。うわ、美味しそうこれ。あかんて、ここ。これはやばい。ちょっと外へ休憩しよう。ちょっと待って。ちょっとワンクッション。息ができる。していきますか。行きますか。もう換気できたでしょ。もう行きましたかね。あ、行けてる、行けてる。ということで、こちらがチャーハン。ということで、いただいていきます。大丈夫ですか、もう。やばい、ちょっとだけね、こんだけでいいかな。どうですか？え、さっきのあの子がそんなにグレたんですか？あ、水飲んだ、めっちゃ辛なるやつや、これ。これ水飲んだ、めっちゃめちゃ辛なんだよ。マジっすか？ちょっと待って、これちょっとイージーとか言ってるけど全然イージーじゃないと、うん、いうことで、じゃあ頑張りましょう。じゃあここから、これやばいよ。怖い、これ本気でやばい。だって僕初めてむせましたからね、辛いので。ああ、そうやね。はい、いただきます。あ、怖いな、怖い、タイミングわからない、怖い。あ、美味しそう。一口でパクッといっちゃおう。あーん、もぐもぐもぐ、あ、うんうん、米から旨味がたまらない。うん、うん、え、あー、でも、あ、ピリピリきた。ピリピリきた。ちょっとね、この人ね、反応が遅いんですよね。もう辛いの食べ過ぎて、あれっすね。いやいやいや、ちょっと反応が遅いですよね。あー、え、でも、あ、おいしい。いや、おいしい、これ。あんなむせてたのに。おいしい。おいしい。うん。ダメだ、これ。ダメですわ、この人。でも、ラーメンと全然ちゃうっすね。あの頃より多分強くなったよ。あ、そう、そういうことかな。うん、辛っ。チャーハンがあるって初めて知った。こんな辛いの。辛いよ今日ね。僕ね、リベンジしよう思って、ほら、あ、10辛の時に、そうです、負けた時のこれをね、またつけて食べよう思ったんですけど、うん、今日はこれでね、汗がすごいね、これね、こうやったですね、うん、うわー、かわいそう。よっしゃ、これでね。でもちゃんと辛い、ものすごい美味しい。激辛セットできますね、ラーメンとチャーハンで。死んでまうわ。死んでまいますかね。死んでまうわ。それなんかできるようになりたいな、頑張って。今日のそれ、あの、ここからですけど、はい、イージーモードなんで。ああ、そうですね、トップ3がないですよね。トップ3なくてこの辛さはすごいですね。やばいよね。ね、辛いわこれ。すごい。どんな顔。あ、怖い。あ、水いきました。訓練しましたから大丈夫ですよ、ちょっとは。多分いけてないやん、全然いけてないやん。全然いけてないやん。志麻さんの注意を。言ったよ、水でめっちゃ広がったもん。いや、でもイージーじゃないけど美味しい。美味しい。でも、うん、すごいな。美味しいけど辛い。これは食えんわ。僕だってあのさっきの7粒で、はい、
多分明日お腹下す。これはすごい、5からでこれやもんな。トップ3なしでこれっすよ。これトップ3入ったら多分全部に超えるんちゃうんすか。10からいったら超えるですよね。口の周りが痛い。じゃああれですね、次は10から食べてから、10からとこの10から両方ラーメンセットで半チャンセットにしてもらう。半チャンセットですか。いやー多分半チャンにしたらまた辛くなるから。そうか、うん、入る量は一緒になんで一緒やから。なんかでもワクワクする、ほんま広がるこれ辛さが。これでもイージーじゃないっすよ。いやイージーじゃないよ、うん、全然イージーやん。汗すごいでしょ。耳で服なし。耳で服なし。あ、ちょうどいいとこにある。ちょうどいいとこにお前な。ちょうどいいとこにほら。全然可愛くないけどな。え全く可愛くない。何ですか、ディズニーに対するボートペーパーな。オリエンタルランド夢を壊したらダメなんです。それ十分子供の夢壊しもだよ。そうほんま。ちなみに僕の夢も壊した。ディズニーに対するイメージが悪くなった。そんなことない。こんなやつばっかじゃないですかね、僕みたいな。いや多分もう売らんといてほしい。できん。お、うん、完食です。ごちそうさまでした。うぅ、辛かった。じゃあ水グビグビっと。えぇ、水分取らんと危ないから、やっぱ汗かいたから脱水症状で。そうグビグビっと。そうん。火出てないですか。ド M になるとね、人が言うとね、悪乗りしちゃう。そうやろ、飲みたかったやろ、実は。ずっと飲みたかった。やった、今日はリベンジじゃないか。じゃないチーン。ありがとうございます。はぁ、美味しかった。今日は美味しかった。まああれぐらいやったね、うん、イージーじゃないですけど、うん、普通のご飯ですね。普通のご飯。あ、なるほど、はい、ちょうどいい刺激になってね。あ、じゃあチャーハンはしご行こう。どう、もしかしてもうあそこですか、例のどこやと思う。エナジーさんでしょ。いや違う、ちょっと来ておいで。ちょっとおいで。ちょっと行きましょうか。ちょっとはいはいはい、どこですか。ヒントあげましょう。はいはい。え、まさか。そう、泊まれですか。はい。いやいや、もう絶対あそこだけ絶対嫌や。もういや、もう今日はもうイージーって言ったけど、実は来てるんですよ。もういいに、今日はやめましょう。あれはイージーちゃうな。今日はあれイージーちゃうかったです。なるほど、はい、でも今から行くって言ったら行くんやろ。行きましょうか。いや、行きましょうか。いや今日はやめとこう。多分胃が穴開くから。あ、そういう、また来週で。はい、はい、お疲れ様です、はい、ありがとうございました。もう一回、もう一回、はい、あと5回。いや、しんどい。食べる前に吐くから。